はい、皆さんこんにちは。というわけでですね、今回はいやね、ついに買っちゃいましたよ。これもまた有言実行でございます。いやね、ちょっとね、最近いろいろまあクリスマスということもありましてね、結構いろいろ買っちゃってるんですけれども、やっぱりね、ちょっとね、自分のこの生活をね、ちょっとでも豊かにするためにね、もうこれを買いました。もう動画のタイトルに書いてありますけれども、こちらですね、ヨドバシで買ってきました。でかいっすよ。こちら PS4 を今回購入いたしました。こちらのですね、 PS4、 今回ですね、僕が購入したのはグライシアホワイトというですね、もので、500ギガのものでございます。これはまあ1テラモデルではないので、まあそこまでね、高くないモデルでございますけれども、初 PS ですよ。 PS4 初めて買いました。はい。でね、まああと、まあね、これにをね、購入と同時にね、ソフトもね、購入いたしました。それがですね、こちらでございます。じゃん。はい、スターウォーズバトルフロントと、こちら、GTA、 はい、グランドセフトオート5、どっちも購入いたしました。これらのね、2つのゲームはね、今後ゲームワールドメイトの方でね、実況できればと思います。はい、ついにですね、本格的なビデオゲームにね、進出いたしますよ。はい、ということでですね、早速、開けていきたいと思います。はい、いやね、とうとう楽しみにしてましたよ。あ、これよ。わ、なんか落ちてきた、なんか落ちてきた。はい、こちらからちょっとなんかいろいろ落ちてきましたけど、これはですね、USB ケーブルと、マイクロ USB ですかね、と、これはマイク付きのイヤホンですかね、片耳のイヤホンですね。はい、そして、開けますと、おっと、いろいろ出てきました。こちらがですね、コントローラーですね。はい、僕は前やってた PSP っていうか、まあちょっとだけですけど、やってたやつに比べたらはるかになんか進化してますね。前ここに真ん中になんかボタンありましたよね。これなくなりましたね。はい、まあこれらもね、あ、ちゃんとね、ここにね、イヤホンジャックが見えますかね。イヤホンジャックがあります。はい、そして、お、まだまだいっぱい出てきそうだ。これが、電源ですかね。はい、電源です。それと、これが、あ、これ大事ですね。これが HDMI ケーブルですね。そして、その中からは、おっと、結構すごい箱が出てきた。出てきたっていうか、あ、これ横に取り出した方が良さそうだな。危ない。おっと、来ました。こちらが PS4 の本体でございます。はい。意外とちっちゃい。Wii U よりはちょっと大きいのかな。あ、でも同じぐらいか。Wii U とは。比べたら。まあ、うち Wii U ないんですけどね。はい。まあ、一応本体、これ以上は、この箱には何も入っていませんね。まあね、このね、ペラペラをね、取っていきたいと思いますけれども。おっと、来た。こういう感じになってますね。はい。詳しく見てみますと、ここにですね、いろいろと、ですかね、を入れる、まあゲームソフトの CD を入れる、やつがあります。まあね、これはね、僕この下の方にね、設置しようと思うんですけれども、まあね、あと、まあ他に購入いたしましたスターウォーズバトルフロントとグランドセフトオート、まあ、GTA5 ですね。これもですね、いろいろとやっていきたいと思います。というわけでですね、ちょっとまあ短い動画にはなってしまいましたけれども、まあセッティング動画とかはね、もう他のね、皆さんの動画を見ていただくとして、僕はね、まあ紹介することはこれ以上ないでしょう。というわけでですね、今回は、こちらのですね、PS4 をね、購入したというご報告でございました。